はい、ということで、初心者部屋ですね。初心者部屋をやっていきます。で、観戦で皆さんでね、勉強していきましょう。参加者と、それから、あと見てる皆さんでね、お願いします。低血圧あんなら。よいしょ。白リレーが多いのか。個人的には黒リレーの方がおすすめですけどね。白リレーって言って。まず、この部屋はですね、連続ガードができません、狩人の。だから、単純にね、私占い師でした、私連動師でした、パンパンって最初に出ちゃうと、後々きつくなるんですよね。っていうところで、まあ、いろんな作戦っていうのがあるんですけどね。そうそうそう。ということで、今回は白リレーっていうことですね。ということで、白いと思う人、誰でもいいから上げていくという感じですね。これで何が見えるかっていうと、まあ、狼は味方が誰か分かってるんですよね。だから誰を選ぶのかとかいうのも分かります。うん。まあ、それからあとは占い師の人がね、あの初日ランダムで誰か白の人を占うんですけど、その先の人をまあ間接的に守ることができるという感じですね。で、そうやって例えば今回はサンドラからスタートということで、一人ずつまあポン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 って上げていくと。で、残った人が処刑候補という感じですね。で、残った人の中で役職がある人は、名乗り出るという感じで、まあ苦肉の策というか、まあ、無理やり作った作戦みたいな感じなんですけど、まあ結構前に流行った作戦なんですけど、まあ役職を守るという感じですね。まあ、役職が釣られそうになったら、まあ、処刑、回避するという感じですね。サンドラはメアリー、サンドラ、メアリー、エマ、まあ、特有のね、この連続ガードができないからこその特有の作戦なんですけどね。そう、まあ、ただデメリットもね大きくて、占い師が占った先の人を、まあ、指名するんですけど、基本的には、まあ、それのせいで占いの人がバレちゃうっていう、狼にっていうのはありますね。初日から適当に殴り合いして反応を見るのは、まあ、それはね、あれですね、グレランってやつですね。まあ、それにもね、結構デメリットとかもいろいろあったりするんですよね。探り探りでいいですね。優しい世界。ソフィア。平和でいいですね。太陽マーク、そう、バニラ。これでね、10人まで上げていきますね。今、1、2、3、4、5、6、7。あと3人だね。フェイ。まあ、あんまりね、まあ、このリレーはね、あんまり、まあ、どっちかというとなんかもう悪い作戦っていう結論が割と出てて、だけどまあ初心者的にはすごく分かりやすいので、まあ、今回は異例ということでやってますね。そう、役がね透けちゃうんでね。フェイ、マイク、ジェシカと。一応ね、概要欄にも、作戦のあれとか、あ、書いてなかったかな？書いてなかったかもしれないですね。リレーとか消しちゃったかもしれないけど。
まあ、質問とかあればぜひ、まあ、これはね、まあ、そんな覚えなくていいです。これはこの作戦はノラではあんまり使われてないんで。前と同じ人を選んだ方がいいですか。これはね、何をするかというと、あの処刑する人を決める作戦なので、なんか基本的には同じ人は選ばないって感じですね。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、 いや、ここで終わりだね。ジェシカで終わりですね。霊能軸で3人ぐらいして、あ、それもね、今ありますね。結構主流になってるのが、霊能者が出てきて、あのこの人を処刑するっていうの、一致指定が多いですね、割と。でその人が占い師だったら、あの処刑を回避っていうのは結構、そうそう、主流ではありますね。ジェシカ、そうね、カミングアウト。あ、これはね、時間を合わせて出るんですけど、カミングアウト。うわ最悪だ、残り3人全員役職だ。フランクとアンナと、ニックがね、処刑候補だったんですけど、私は役職だから今日は釣られたらまずいってことで出てきましたね。もう最悪ですね、これね。フルオープンになっちゃいましたね、結果的に。そう、これもね、白リレーの悪いところで、こうなったら最悪なんですよね。フランク、ソフィア、白。これは結局グレラになりますかね、これは。あ、霊能が指定してもいいですね。今白。まあ最悪役職を釣ってしまって後々乗っ取られるってことはまあ防げたんで、まあまあって感じですね。まあでもどうなんだろうな、霊能出て、あ、ちょ、感染はねしないでくださいね、ちょっと書いとこう。感染はあのやめてください、あのマナー違反とします。感染はあの絶対にやめてください。1分前、まあ、配信で見てください。30秒前。さて、アンナの指定、2指定ですかね。マイク、スーザンの2指定。まあまあまあいいですね。マイク、スーさん、人気投票。人気投票って何ですか。パニックってるから、ちょっと。好きな方に入れてね。タイプってこと。パニックってるじゃん、もう、フェイが。10秒前。
マイクが処刑されましたと。あのどうなんだろうな、初心者、あまあ霊能がひ、いや難しいな、難しいんだよな。霊能が一人で出て一致しての方が分かりやすいかな。まあ、殴り合いとかなしでとりあえず一人選ぶっていう流れの方がいいかな、白リレーするよりは。ちょっと悩ましいですね。アルティメットベアはと初心者に優しくないんでね。まあそれの方がいいかもしれませんね、もしかしたらね。10秒前タイプじゃないやつが死んだ。人気投票、僕が一番好きなキャラはこのスーザンですね。これが好き、一番使い手、これがもう SS ランク、僕にとってこのキャラを使うと勝率がかなり高くなるという。あんなが噛まれたか。まあ、ここはアンナを守るべきなんですけどね、基本的には。占いは半々の確率で、偽物なんですよ。そう。で、アンナは絶対本物なんですよ。だから、アンナを基本的には守るべきですね、ここは。まあ、ただね、まあ、そこを読んで、占いを守りに行った可能性もあるんで、まあ、一概には何とも言えない。これは、カリウドがチャレンジしたって可能性もありますね。ガチャっと禁止。うん、ちょっと言うこと聞いてくれない人が多いな。はスーザン白、フランクはクリス白と。オッケー。ちょっとアンナここで失ったの痛いですね。理由なんかあるのか。まあね。まあまあでも、ないものをひねり出すのがやっぱ人狼でもあるのでね。白リレーでソフィアを指定したので、色が見えてる狼と思い、クリスを占った結果白でした。ほー。ソフィアを指定したので色が見えてると思った。あー、なるほどなるほど。ほんほんほん。フランクはソフィアのことを占っていた。で、ソフィアが白だと分かっていたから、クリスが、ソフィアを指定したから、まあ、安定として、クリスが、すぐ、こう、ソフィアをパッて言えたのは、ソフィアの色が分かったからじゃないかっていう感じですね。多いですね。スーザンを占った理由は、昨日、同調目の、中で、仮指定が入った後に妙な生存欲が見えたので村には見えずらの山下結果白です。多いですね。うんうん、おーすごいすごい、初心者部屋にしてはすぐしっかりした理由ですね。スーザンは釣られたくないって言ってますね。確かに行きたいって言ってますね。まあいい占い理由ですね。生存欲ってカリード以外のフルオープン状態なのから、生存欲は出して当然でしょうとスーさんは言ってますね。すごくいい占い理由でしたね。この配役でやるのが初めてっていう人もいるし、まあ、まだ自信が全然なくて初心者っていう人もいるんで、まあ、いろんな、まあ、差はねあると思いますね。グレーですね。このグレーっていうのは、占い師に
色をつけられてない人、具体的に言うとソフィア、クリス、エマ、スーザン以外の中プラス、自称占い師の人たちから、投票していくという形ですね。まあ、この、ね、ツールを使えば自動的にこのグレーを、ね、出してくれるんですけど、これが今情報が全くない人、まあ、いわゆる、まあ人狼により近い人ですね。うん、なんでかというと、占い師は半分の確率で本物なので、まあ、この人たちは 50% 人間っていう情報があるんですね。一応ね、そう 50% の確率で人間っていうのがあるんで、それよりはこっちの人の方が狼の可能性が高いっていうところで、まあ、この中から処刑していくって感じですね。バニラの言う通りね、白リレーなら狼は仲間を指定する気がする。それならソフィアを指定したクリスが怪しいってちょっとどうなんだろう、多いですね。狼だからこそ白が分かっていたから怪しいっていうのはちょっとおかしいんじゃないかと、いい意見ですね。まあだからそこもね、だから狼はね仲間を意識しちゃうんですよね。結局このゲームの、その人狼ゲームのポイントとしては、狼が何の情報の差があるかっていうと、人間と狼の差っていうのは、狼は誰が仲間の狼かっていうのを分かっちゃうんで、行動に、ね、違和感が生じちゃうんですね。っていうところで、そうそう、例えばそのバニラの今の主張で、狼は狼を指定しそうな気がするって言ってますよね。処刑候補にならないからね、指定したら。っていうのもあるし、逆に後々仲間の狼を指定してしまったら、後々バレちゃうっていうのもあるんで、まあ逆のことも言えるんですよね。だからこれも、この主張も正しいし、フランクの言った主張も一応正しいですね。ジェシカさんが気になります。ジェシカさん自体がマイク投票なのに、今日は来てからマイク投票にこだわるの理由は黒塗りしたいのかなと思ってます。ジェシカはマイクの話ばっかりしてますね。確かに自分が黒だと思った人に入れてたのにずっとマイクの話をしてるっていうのは気になるという話ですね。白出ししてもらってますか。フランクが言ってることは変な気がする。これはあれですね、このリレーの話ですね。なぜでしょうクリス。バニラ、ジェシカ、サンドラ、メアリーがいない。メアリー、キノコもいないと。狼なら白にしろって言わないとだよね。そう言われると、まあどっちとも言えるんですけどね。あ、エマが言ってますね。 LINE を見られない。 LINE っていうのはあの狼同士のつながりですね。そう、狼が狼を指定しちゃうと後々バレるから、だから無難に白だと分かってる人、人間だと分かってる人にあのバトンを渡したんじゃないかっていうエマが言ってくれてますね。そう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 、占いするのはまだ早いですね。今日はちょっとアンナが死んでしまったので、またグレランになりそうですね。グレラン、またじゃない、グレランになりそうですね。昨日は確実に霊能者、確実に本物だったアンナがマイクとスーザンをね指定してましたけど、今日はまあ半分の確率で偽物なので、この2人はなんでね、今日はまあみんなでグレラン、グレーランダム、ランダムっていうのは任意って意味なんですけど、この何の情報もない人の中から一番怪しい人を好きに投票しよう、任意で投票しようっていう形ですね。1分前、占いから、1指定同士で2指定集める感じ、それいう作戦もあるんですけど、まあでもそれだとね、偽物が1人指定するっていうのは結構村としては痛いんですよ。偽物が村を半分動かしてるってことになるので、まあ、それよりは村人の方が多いので、それよりは
いわゆるグレランの方がいいですね。30秒前、村人が頑張ってみんなで考えて怪しい人に投票した方が狼は釣れやすいっていうのはありますね。10秒前、中級上級に比べて言葉遣いが優しい。まあ単純にプライベートマッチでやってるからっていうのもあると思いますけどね。ノラとかだと初心者部屋とかでも言葉遣いがひどいっていうところもあるし、まあ、上級者部屋の方が民度が高いっていう場合もありますしね。さて、一応マイクの投票理由としては、スーザンマイクで大差はないといえどマイクの方が色落ちしなさそうなので判断できない気がしたので投票したよと。スーザンさん書いてますけど、ジェシカさん支持されてますよ私と、さあでグレランで一番、まあこのグレランもそうだし昨日の投票もそうだったんですけど、この投票をするタイミングも大事なんですね。特にオオカミはみんなに便乗したがる、目立ちたくないから、だから後の方に入れるとやっぱりオオカミで様子見せたんじゃないかっていうふうに言われることは多いですね。とかあるいはなんか自分が釣られそうだったらその早めに誰かを投票してみたいなこともありますね。 かなり偏りましたね。便乗した人は結構多かった。これをどう見るかですね。集まりすぎってぐらい集まりましたね。完全にいわゆるヘイトを買いたくない人が多い印象ですね。初見です。今、初心者部屋を、プライベートマッチで開いて、まあ、みんなでお勉強会をしてるところですね。7票も集まりましたね。ソフィアはメアリーの昼間の発言を裏感情に見えた、まあ、特に後半決定票ですね。4票目ぐらいかな、4票目ぐらいの人はかなり力を持ってるので、この辺とか怪しいですね。スーザン・フェイあたりはちょっと怪しくなっちゃいますね。あとはもう完全に殺しにかかったこのあたりも怪しくなっちゃいますね。クリス・フランク・サンドラと、こういうのもねメモしとくといいですね。10秒前、エマ・フェイ、クリス、フランク・サンドラ、の順でメアリー投票と。エマが死にましたね。後半とかあるいは決定打となる投票をした人ってのはやっぱり怪しくなりますよね。一応アーカイブは残すつもりですね。あ、スーザン飛ばしたな。サンドラ、エマ、スーザンか。でしょうね。ということで誰が殺された？エマが襲撃されたと。ジェシカ黒、おお。ジェシカ黒、占い理由が気になりますね。納得できる占い理由がやっぱあるといいですね。よく初心者の方はね、占い理由なんてあるわけないでしょ、そんなの適当でしょっていう人多いんですけど、まあ適当に占ったって人よりはやっぱね、占った理由っていうのがしっかり なるほど確かにそれだったら納得できるなっていう占い理由があった方がやっぱ信用は高くなりますよね。うん、さあどうなるでしょうね。納得できる理由出してよね。いいですね。正直メアリーのよく分からなくなってきたって発言はただ野村の感情な気がしてきたと。
占い理由難しいですね。一応ね、人狼講座っていうのをあの動画化してるので、そこにね、占い理由をどういう占い理由にしたらいいかっていうのをね、あのまとめてるので、よければそちらも見てみてください。ゆたさん、メンバー代携帯支払いするので、こちらからわら5000ペリカありがてえ、ありがとうございます。メンバー代ね、まあ、メンバーちょっとね入れない方とか結構いらっしゃるんでね、ありがとうございます。うん、フランク目線は、フェイ、サンドラ、ジェシカ、スーザンに狼そうですね。さてどうなるかですね。今日は決め打ちですね。ジェシカを占った理由、昨日時間に触れたけどマイクの投票理由や LINE を意識した割には自己完結で終了していましたと。私から疑問を呈しても疑われても仕方ないと防御反応、そして、投票も、終盤に入れており、周りに合わせていた狼と見て占いましたと。結果狼でしたと。投票どうでしたっけ。サンドラの次にジェシカだった一番最後だったんですね。ジェシカ、ソフィアと、うん、占い理由としてはまあまあ十分です。確かに自己弁明多かったですからね、ジェシカはね。ジェシカさんがどうかわからないけど、私はジェシカさんとソフィアさんが私のなのかと思ってきたと。考察っていうか納得ができたと。フランクの占い理由はあるかな。バニラは比較的傍観意志だったのに、狼を探していないやつに入れるといい、投票、バニラ自身も狼を探していないに見えたので占った結果しろ、うん、あ、じゃあジェシカとソフィアはあれか、フェイ投票か。ということで、フランク目線も、ジェシカ狼あるので今日はジェシカ釣り一択です。いいですね、強気に出てますね。今日の選択肢としては、残り釣り数、毎日処刑できる回数っていうのはどんどん減っていくんですよね。どんどん減っていく。だから、処刑できる回数っていうのは、まあ、実質決まってるんですよね。1日2人ずつ減っていくので、まあ、決まってると。で、残り、今回は、今回のこの、今日に関しては残り釣り数が4ですね。で、この村には、狼が3人、それから、狂人が1人、の人外が4人います。なので、今日、もう、人外を処刑しないと、負けてしまう可能性が高いと。まあ、もちろん、マイクとか、メアリーとかが狼の可能性もあるんですけども、最悪のケースを考えて動かなければいけないので、今日はニックがジェシカを黒と言ってるので、ニックのことを信じる人はジェシカに投票、フランクのことを信じる人はニックに投票という形ですね。スーザン、もし仮にマイクが黒だとして霊能感だとしたら、白リレーの指定がジェシカ、白リレーの指定のジェシカは黒くなりますが、ニックが狼になるんですね。マイクが仮に黒だとしたら、マイクはジェシカを、白リレーで選んでるというところから、マイクが黒だったらジェシカも黒だねって話ですよね。ここはニックかジェシカの2択、そうですね。狂人予想なら飲めるんだろうけどね。ただニックのジェシカの黒塗りからの黒出しは違和感があるが、フランクの白しか出ないのも気になるよと。ニックはずっとジェシカのことを疑ってましたかね、昨
ジェシカさんからも見てる。確かに、まあストーリーができちゃってるから、そうそう、もう昨日から偽物で黒を出そうとしてたんじゃないかっていう風に言ってますね、スーザンは。よいしょ。初日にアンナ抜かれたから狩人はマイク説で進めるかと。カリードはもういないと見た方が無難でしょうね。やりながらね、やっぱ人狼は学んでいくのが一番いいですね。フランクはどこに狼見てる？それを言ってもらわないと占いの真偽がつかない。確かにフランクはちょっと黒目を上げられてないですね。自分のその自己弁明にちょっと時間を使っちゃってるので、どこを怪しいっていうのはしっかり言ってほしいですね。その点ニックはしっかりジェシカのことを怪しいって言ってて、まあ、ジェシカのことを占ってたというところもありますね。1分前、ジェシカさんの相方なら露骨すぎるならソフィア・フェイに雑な具を入れて、占い狼を急に上げてきてるバニラが本命。ニックはしっかり言えてますね、占い理由がね。フランク目線、スーザン・サンドラ・フェイ・ジェシカ、に最大で3オオカミと。この中だとフェイが一番くる。ほう、10秒前。カリードなら指定された時に死をしなくてよかったの？カリードは、死んだ後にも仕事ができるっていうのがカリードっていう役職なんですよね。なんでかっていうと、まあ、カリードが死んじゃったっていう情報がオオカミに伝わっちゃうと、オオカミは噛み放題になるんですよ。自分たちが動かしやすい方向に持っていけるので、だからカリードは自分が死ぬ時も基本的には言わないで死んだ方がいい。でオオカミはまだカリード生きてるのかな、どうなのかなっていう状態で自由な神はさせない。カリードは死んだ後も仕事ができるっていうのはそういうところですね。そうそうそう、30秒前。基本的にカリードは死はしない方がいいですね。した方がいい場面もあるんですけど、基本的にはしない方がいいですね。さあ結構割れてます。じゃあ釣られるんでしょうね。10秒前。ジェシカが処刑されました。ということはもう村としてはニックが本物という信仰ですね。もうだから、スーザンは白と見るという信仰になりましたね。1票差、決定打はソフィア。ソフィア・クリスが決定打ですね。30秒前。さてさて、もしジェシカが本当に狼なんだったら、ニックに投票した人が怪しくなりますよね。ただそれだと露骨すぎるので、仲間でも身内切りってやつですね。身内切りでジェシカに入れたって可能性もあります。ここはどう見るかですね。難しい。ソフィアが死亡。これはもしかしたらクリスが狼でジェシカを
もう殺しにかかったっていう可能性もありますね。さあどうなるんでしょうね。これでソフィアが噛まれたということは占いに狼がいる可能性が大きくなりましたね。ジェシカが本当に狼だったらニックを神に行くべきですよね。っていうところで全く関係のないソフィアが殺された。ここはもう PP が起きるか、あるいは占いに狼がいて狂人が潜伏してるかって感じですね。ランク3ドラシロ、あ、クリスシロ、クリスシロ書く。どっちかは絶対本物なのでクリスシロでしたね。ということでクリスが白確定しましたが、もしかしたらクリスが狂人の可能性もあるのでちょっと難しいところですね。ここは今日占いが噛まれてないっていうのはちょっと不自然ですね。狼からするとニックを噛まなきゃ結構厳しくなってたはずなんですけどね。っていうところでその占いどっちとも噛まれてないっていうところから他に狂人がいるかもしれない、もしかしたらクリスが狂人かもしれないので、ちょっと進行を任せちゃうのはちょっと怖いところではありますね。ただ昨日ジェシカを処刑した時点でもうニックのことは本物という風に進めていく進行ですから、ってなるとすっきりしてるから、ニックからするとサンドラ、バニラ、フェイ、うん、この中に残り2狼がいるとですね。クリスを占った理由は、2日目に、フランクの偽追いは村勘定を拾えたところがありましたが、昨日はどっちつかずのログでジェシカ抜かれてログが落ちた、狼と見えましたと。白でも深刻になるので占い結果白、うん、スーザン把握漏れが多い。キノコがなんか抜けてますね常に。フランク目線だとフェイとスーザンがもう狼確定ですね。把握漏れが多いですね。狼はねついつい把握漏れしちゃうっていうところもあるんで分かんない。もしかしたらスーザンが狂人かもしれないですね。まあ、今日はもう昨日ジェシカ釣った時点でもうフランクのシーンはもう切ってるってことなんで、今日はフランク釣りが安定ではありますね。黒があるフェイズリが安定ではないかな。うん、安定ではないですね。バランス釣り枠種、ここでフラン、いやもうバランス釣りしてる余裕はないですね。今回、まあ、PP いわゆるパワープレイですね。 この村には、狼陣営が4人いるので、もうこの時点で今残り合計数が7人で、もし4人の人狼陣営が来てたら、で名乗り出てきて票をね無理やり合わせて4人でこいつ殺そうぜっつってで殺すってこともできるので、投票でそれが起きてないってことは、まあ、ジェシカがやっぱり狼だったんじゃないかっていうのが多分
裏の見解ですかね。裏の流れですね。まあ昨日ジェシカ釣った時点で今日はフランクを釣るってことになるかな。ジェシカ投票のバニラも黒く見えるのも当然か。うん、バニラがネック投票。で投票の情報とかもね、情報になってきますね。まあ、これでジェシカが釣られて終わらなかったってことはジェシカが狼の可能性が高いとってなると、必然的にニック投票の人はちょっと怪しくなっちゃいますよね。まあ、フランクはまあニックは偽物なの分かってるのは当然として、フェイ、ジェシカ、まあ、ジェシカは当然ですね、黒出されてるので、フェイとバニラがニック投票ですね。これがどうなるかですね。こう掲示板じゃないんでね、募集しないでくださいね。一緒にやろうぜみたいな感じでね、それも無視してくださいね。答えた人、次から募集してた人、答えた人は全員ね、タイムアウトしますんでね、よろしくお願いします。人狼の募集はツイッターとかでやってください。ここでじゃあ皆さん、オオカミは誰だと思いますか、予想してみてください。3オオカミ挙げてください。皆さんの現時点での予想、1分前、ゲイルはいないわ。なんかスペシャルが出てからゲイルの使用率すごい下がった気がするな。ノーマルのゲイルは結構人気あった印象ありますけど、帽子かぶってて顔見えないからな。フランク、ジェシカ、バニラ、フランク、フェイ、メリル、メリルはいないですね。30秒前、フランク、バニラ、ジェシカ、ジェシカ、フランク、フェイ。ね、予想しながらね見ていった方がやっぱ勉強になるんでね、ガンガン予想していってください。10秒前、今日はフランクがマレーそうですね。フランクですね。30秒前、
フェイに投票。10秒前。うん。フェイが釣られましたね。安定では、まあ、確かに両目線黒はありえるんですけど、安定ではないはずかな。で合ってますよね。フランク目線、フランク目線、スーザン・フェイ、ニック目線、サンドラ・バニラ。安定ではないはず。今日はフランク釣るべきでしたね。昨日ジェシカ釣ってる時点で。これから、まあ、とりあえず6生存でゲームが終わってないので、人狼の勝利条件は狼が人間の数と同じになれば勝ちなので、この時点で終わってないってことは3狼はいないですね。クリス神、ニックは一向に噛まれませんね。延長希望、延長希望、延長希望、延長希望。さて、スーザン黒、ニックバニラ黒と、まあ、どうやら占いに狼が出てるっぽいですね。サンドラ隠しろ、サンドラ隠しろ。うん、まあまだ終わってない、パワープレイが生じてないってことは、人数でゴリ押しが行われてないってことはどうなんでしょうね。PP が起きてない時点でサンドラ白ってことでしょうね。
さてさて、バニラはジェシカ釣りの今日日も含め、占いは私にしか触れていません。フランク目線、ジェシカは苦労があるのにバニラはそこにも触れてはいないと。今日これ感染中ですね。スーさん黒いですね。スーさんも生存欲もありましたしね。フェイ投票かな。今日は一応バニラかスーザの二択になるかな。一応賭けはなしですね。3億円かけます。じゃあニックオオカミじゃなかったら3億円スパチャお願いしますね。よろしくお願いします。さてどうなるんでしょうね。の場合はもうなんかどっかで落ちてそうですね。マイクメアリーあたりで、あと何オオカミなんでしょうね。頑張って。どうなりますかね。
1分前。秒で決着がつきますね。ほぼほぼ。10秒。どうなるでしょうか。バニラはスーザン、スーザンをバニラに入れるでしょうね。ランクはスーザン。サンドラにかかってますね。10秒前。うん、バニラ処刑。フランクシンですね。ニック人狼、スーザン人狼、ありがとうございました、ありがとうございました、ジェシカ狂人、フェイ人狼、ありがとうございました。スーザンはビーチ切りしたんですね。フェイ安定って言って、さようなら。上手でしたね、オオカミ人狼が。ニック人狼って言ったから正解だね。3億円ゲットならず。ハリウッドはマイクでしたね。あ、初日に釣っちゃってたんですね、やっぱりね。アンナが抜かれたってのはそういうことでしたね。ニックは狼で、仲間の狂人のジェシカに黒出しをしたのか。まあ、いい試合でしたね。上手でしたね。フィーは釣らなくてよかったですね。そうだね。フランク釣りで勝てましたね。狼はすんなり。初めてデビュー戦、お、お疲れ様でした。そうですね。まあ、ジェシカもね、ニックが偽っていうの分かってただろうから、ジェシカは釣られて。その後フランク釣って勝ちっていうのは見えてたでしょうね。下から
スーザンちょっと黒かったですね。でもしっかり囲ってたんですね。上手でしたね。ニックが出てきて。といったところで、参加してくださった皆さんに、拍手をお願いします。プライベートマッチなんでね、参加してくださってありがとうございました。パチ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 と拍手をお願いします。はい、ありがとうございます。あ、フェイはニック投票してた、見ちぎりをしてたのかな。本当だ。おお、ヒヤヒヤですね。これはギリギリだったんだね。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。すごくね、初心者にしては、初心者目指してはすごくね、いい村ですね。うん。まあいい練習になったんじゃないでしょうか。お疲れ様でした。なかなかね、レベルの高い試合だったと思います。まあでもジェシカに黒を出したのはね、やっぱ上手でしたね。だし、ジェシカも黒くなっていいし、ジェシカにもうね、黒くなる理由は強靭だからっていうのもありますからね。まあ、ここはそのあたりと、あとやっぱマイクを釣っちゃったのがね、っていうとこですね。村としては。まあ、結果論ですけどね。マイクとスーザンの二択でっていうとこですね。ああ、もう占いは出るつもりだったんですね。なるほどなるほど。まあジェシカもね、そうそうそう、もう黒くなったら方が楽だったんで、ジェシカも黒くなってましたね。上手でしたね。まあニックとジェシカが MVP って感じかな。はい、というところで初心者部屋は終わりです。皆さん予想は合ってましたか？ちょっとあえてね、僕の予想は言わずにやっていたんですけどね。面白いですね、初心者部屋は。まあ白リレーっていうのもね、まあ、結局、まあ、弱いんですよね。弱い、まあちょっと分かりやすいんで今回使ったんですけど、まあ、結局ね、でもね、どれがいいっていうのもね、まあ結局定まってないですからね、ちょっと難しいんですけど、いろんな作戦があって。まだ黒リレーの方がマシかなって、個人的には思いますね。